ちゃこんにちは。もうよ、まあ、はい、あ、私のお前も言う、言うんだ私はちょっと今日は声のみで出演ということで、はい、今日はもう、はい、ね、素敵なゲストが豊さんのお隣に、はい、いらっしゃいます。いや、この YouTube で初ミリオン行ったのが、しげちゃんだからね。おー、抜かれちゃったから、いや、ちょっと抜き返しに来た悔しいから。いや、でもね、今日は僕の戦略は、再生回数を伸ばさない話みたいな。なんだね、伸ばしてくれよ、そりゃ困るよ。でもコロナの時って何してたの？コロナの時ですか、自粛してましたよ、ずっと。はい。あ、本当。もう仕事なんてなかったでもさ、はい、まあみんな仕事がないよな、はい、でも野球が始まった、はい、ね、始まってどう？あ、忙しくやらせてもらってます、うん、はい、で、野球が帰ってくるとやっぱりいいよな。そうですね、なんか嫌そうじゃない？いや、嫌じゃないんですけど、なんか通常に戻ったかなっていう。何が？なんか通常に戻っていいじゃない？いやいや、いいんですけど、 なんていうんですかね、まあ、どこかで野球熱っていうのがどうしてもちょっとこう自分でスイッチ入れないと入ってこない時期なんですよ、今。だから正直なところ、まあ、だから常に仕事行く前はスイッチ入れて、行くようにはしてる、まあ、必ず行くんですけど、なんかね、本当野球を、まあ、まあ、豊さんよりは見てないですけど、まあ、豊さんよりは野球をやったし、3021試合、もうおかしいよな、その数字。で、まあ、この自粛中にね、まあ、いろいろなんか考えるじゃないですか、その時に、あれ、俺、何年野球やったのかなって、まあ、自分を振り返る、はい、振り返ってたんですよ。だから小学校2年生から、まあ、チームに入ってやったわけですよ、うん、で45の年までチームに入ってやってたわけじゃないですか、ずっと。でもさ、そのユニフォーム着てる期間も長かったし、はい、で監督の時代もあったし、はい、だからこんなにゆっくりしたことって初めてなんじゃない？人生で初めて。そうだよな、家で好きなだけ映画を見て。ああ、いや、でも俺は自炊に追われてたからね。すごいですね。いや、自炊に追われっぱなじゃん。だから料理の腕は上がって。本当ですか？じゃあ今度一回作ってください。この YouTube で何か作って。何が食べたい？僕ですか？そうですね、まあ定番で、カレーとか。カレーめちゃくちゃうまいもう任してくれ。いや、本当に、あの、でもあのカレーのいろいろ好みあるじゃないですか、どういうタイプのカレーを。いや、どうでもできる。本当ですか？サラサラもできるし、はい、濃厚なやつもできるし、辛いのも甘いのもできるし。え、あの具は？具はでかいのもできるし。あ、僕それなんですよ。あ、俺もそう、はい、あの、なんか昔ながらのカレー。ああ、まあ、もう任せてそれ任せてくれ。いや、本当や、じゃあ食べに来てくれよ。行きます。よしよ、待って、これ約束だな。わかりました。よかった、取り付けたよ、もうここで約束。でもさ、この野球で振り返って、はい、どの場面が一番思い出深い？ああ、そうですね、まあプロに入ってからは、うん、まあ、やっぱり入ってから優勝するまでの道のりっていうのが、なんかやっぱりいろいろ考えることがありましたね、うん、でもさ、今の若手を見てて、はい、成長はしてるんだけど、はい、なんか止まるじゃない、はい、止まったりだとか、はい、なんかそこから落ちて、すぐ落ちてったりとか、シゲ、はいはい、も最初こう苦しみながら、はい、なんか出たと思ったら、なんかまた出れなくなってみたいな、ちょっと繰り返しながら言ったら、その時のモチベーションというのはどう捉えた？僕はその時に、なんかすごく課題が一つずつあったんですね、だから、まあ、最初はもうゲーム、試合に出れなくなったり、まあ、出てたんですけども、出れなくなった、じゃあゲームに出るためにはどうしなきゃいけないかっていうことを考えて、で今度出るようになった、うん、で出るようになってもなかなかその思うようにいかないところに課題が出てくるわけじゃないですか。例えば打つことであったり、まあ配球であったり、まあキャッチングワンバウンドであったり、まあその都度出てくるんですよね、それを一つずつこう何ていうんですか、解消していくというか、その作業をやってました。でもさ、若い時からもう知ってるわけで、はい、そんなコツコツできるタイプだというふうに俺は最初は全く思わなかったよ。あ、そうですね、そうだろう、ね、自分でもそうですね、そのスイッチが入れ替わった時ってやっぱり4年目なんですよ。
4年目の終わりなんです。何が僕ね、やっぱクビになると思ったんですよ。このままだと、この成績のままだと、まあ持ってもあと2年かなっていう、うん、なんか自分の中で危機感、それが出たんですよ。そっからですね。で、まあ物を書くようになって、うん、その何か自分でずっとこう続けられるものがないかなっていうふうに考えた時に、まあ一応手っ取り早いのはなんか物を書こうと。でその日にあったことで、もう何でもいいから。それはもう日記みたいなもん。もう毎日つけたんですよ。もう一応日記でもはや、うん、とにかく毎日やることをやろうと思って、うんうん、そっからです。コツコツできるようになった。それは今でも続いてるの？ああ今は続いてないです。それはでもほぼやめるまで、毎日つけたほぼ。そのノートって取ったあります。見たいな。それはダメなんですよ。いや見れるところだけ見たいなみたいな。まあそれねよく言われるんですよ。いや起点になるところだよ。ああそうですね。あまあ例えば横浜が優勝した何を書いたのかとかさ。あそうですね、うん、まあ例えば3000試合達成した、日本一を達成した、その時に何かね、あんまり感情的になかったんで。まあでもそれでも、うん、はい、やっぱりそのシゲが書いたことに価値があるわけじゃない、はい、だからシゲしか書けない。まあまあそうですね、うん、だからそういうのはやっぱちょっと見たい。これこんな真面目な感じでいいんですか？いや全然真面目じゃない。真面目じゃないと思うんだけど。まあでもいい話だよね。でもそこからですね、あなんかできるようになってった。それがまあ例えばウエイトに毎日っていうか、そうですね、怪我をしない、はい、体を作るための、決して力をつけるためじゃなくて、はい、あの怪我をしない体を作るために。あとホームランもやっぱり打ちたかったんですよ、もうちょっともっと。だから自分の中で、まあ、数字以上に僕結構バッティングには自信を持ってたんですよね。いやバッティングは良かったですよ、はい、でも自信はあったんですけど、うん、でもやっぱ数字っていうものは残るじゃないですか、プロの世界って。だからあの数字っていうのは自分の中でなんかもうなんか全然納得できない、屈辱になった。そうなんですよ。だから、まあ、よくねこれはあんまり人には言わなかったんですけど、キャッチャーじゃなかったらもっと打ってたな。まあ確かにな、はい、いや俺はバッティングは評価してたからね、はい、まあキャッチャーよりも先に評価したのはあのバッティングだな。だからサードコンパートっていうのも、はい、ありましたよね、うん、ちょっと一回監督に推薦したこともあるし、だけどその中で俺勝負強かったと思う、シゲは。ホームラン打ってこいって言ったら打ってきて、うん、帰るぞみたいな。新幹線間に合わんぞってな。、まあ、草薙で。そうですね、なんかそういう嗅覚っていうのは、うん、まああったのかもしれないです、勝負っていうところで。そうだよね。それはね、もう小学校の時からついてるんです多分、うん、それはなぜかっていうと、小学校の監督がめちゃくちゃ厳しかったんですよ。お前厳しいとこだよ。めちゃくちゃ高校の監督もめちゃ厳しかったし、まあ中学ぐらいですね、ほんと遊びながらやってた、うん、その小学校の監督がまあちっちゃい町なんですけど、もうその辺のチームには絶対負けたくないんですよ、監督が。負けたら帰ってずーっと一日ランニングなんですよ。負けたらもうだから最後真っ暗になるまで試合をしてたいわけですよ、僕らは。だから必死でしたよ、勝つの。でもさ、シゲはさ、まあ入った時から8番じゃない。はい、8番バッターで、まあ、キャッチャーがまあなんか定番として打つ打順じゃない。でも8番って難しくてさ、実は。そうなんですよ。ここで絶対ボン出してもいいからホームラン狙わなきゃいけないからさ、そういう制約が8番って結構あるよ。そうなんです。僕この間解説でそういう話をしたんです、うん、ちょうど。あ8番をみんなただ単にそのこのチームの中でバッティングが劣ってるから8番っていうふうに考えられるのは僕は嫌だと、うん、8番は8番の難しさがある。いや俺はね言ったんですよ、セ・リーグは特に次ピッチャーだから、向こうが勝負避けてきてんなっていう時も無理して打ちに行かなきゃいけない時は、多少広げていかないといけない時もあるし、そうだよな。ここはちょっとあのなんていうんですかね、まあ、フォアボールでもいいから選んでいかなきゃいけないところもあるし、長打打たなきゃいけない時、狙いに行かなきゃいけない、それは結果どうなるか分かんないんですけど、うん、自分の意識としてはそういうものを持って打席に入らなきゃいけないじゃないですか。そうだよな。そうなんですよ。だからものすごい難しいんですよ。いや俺は逆に一番難しい打順じゃないかなと思う。だって2球勝負いっといて、いやボールが先行したら逃げられるって言った時でもさ、そうです。だからもう少々1、2球目のうちに振っといた方がいいなって、はい、いう時もありましたね。あるでしょ、はい、で、まあ、最近の8番セリーグの8番バッターって
何を考えてるのか、ポコーンと当てたり初球を狙ってもないボールを振ったり、やっぱりそういうことが考えられてないんでしょうね。まあそうだな、まあ、僕もそれは最初の頃は、ね、うん、そんなことは、まあ、あんまり考えてなかったんですけど、でもある程度その8番で試合にこう出続けるようになったら、やっぱりいろんなことを考えるようになりましたね。まあ8番の難しさ、はい、ね、そうですね、はい。